あれ緩んでるな。あれネジないかも。はじめます。アストロタイカー解凍機の細です。今日はキャンピングカーマッシュのシートの改良についてです。これからもキャンピングカーの動画を配信していきますので、チャンネル登録お願いします。前回の動画で後ろのシートがずれるので修理しましたが、今回はこちらの下のクッションではなくて、こちらとこちらの背もたれのクッションを改良していきたいと思います。まずこちらのクッションなんですけれども、留め方が面ファスナーではなく金具で留めるようになっています。ですので、この金具の穴にここの突起差し込んでセットするんですけれども、最初はなかなかどこに穴があるのかわからないので、とてもはめにくいです。私は何回かはめ外して慣れてきましたけれども、こちらのキャンピングカーのマッシュはレンタル用として貸し出しておりますので、初めてのお客様には取り付け取り外し、特に取り付けの方が難しいです。こちらのクッションは面ファスナーで止まっていて、簡単に取り付け取り外しができるので、こちらと同じようにこちらのクッションも面ファスナーで取り付け取り外しができるように改良したいと思います。まずはこちらの金具取り外していきたいと思います。こちらの布はベッド展開するときにこの金具を隠すものですが、こちらも必要なくなりますので取り外しますし、こちらの布を取り付けるためのこの面ファスナーも必要なくなりますので取り外していきます。面ファスナーを留めているタッカーの針を取り外します。ペンチで挟んで抜いていきます。面ファスナーを取ろうと思ったのですが、あ、貼り付けてある？糊で貼り付けてあるのか、または縫い付けてあるのかな？取れないな。無理やり剥がそうとすると生地が傷むかもしれない。取ったら生地が傷みそうです。縫い付けてあるわけではありませんが、糊で貼ってありますね。両面テープ付きの面ファスナー取り付けてあったのかもしれないです。生地が傷みそうですね。これは糊が残りますね。このままだと汚れがついてしまいます。そんな。こちらの金具も外していきます。あれ緩んでるな。ここを緩んでるので後で直しておきます。幅が6センチぐらい。やはりこことここは取らないとダメですね。こちら側の面ファスナーもタッカーの針を抜いていきます。シリコンオフです。これでこの面ファスナーの糊少し溶かせないかと思います。少し柔らかくなればいいんですけど、どうでしょうかね。
さっきより全然取りやすい。上から染み込ませておけば綺麗に取れますね。やったね。しっかりスプレーしないと糊が柔らかくなりません。よっしゃ。お、これなら糊も残らなくていいですね。お、気持ちよく取れました。ここだけ少し糊が残ってますね。糊きれいに取れました。あとはオス側の面ファスナーをこちら側に貼り付けて、メス側の面ファスナーをこちらに貼り付けたいと思います。先日ホームセンターで買ったタッカーで取り付けていきます。こちらのタッカーの詳細につきましては前回の動画をご覧ください。すでにこちらにタッカーの針があるので重ならないように貼るのはちょっと難しいですね。ちょっと短くしないと無理な気がします。少し短くします。下の針と重ならないように気をつけながら打っていきます。この針を避けて、さらにこの針も避けるとだいたい20センチぐらい、こちらは 20.5 ぐらいありますね。だいたいこのぐらいでしょう。なんか斜めになってる。ちょっと斜めですね。ちょっとシワ寄ってるな。タッカー止め直します。よし、これでなした。やったね。20センチ、あ、20センチか。ここを短くして問題ないですね。こっちが少し短いみたいです。針を打ち込むときにずれると面倒くさいので両面テープで仮止めしておきます。先にこのガタガタを直します。あれ、ネジないかも。あれ、なんでこっちか。この裏側にネジがありますね。やっぱり1個ネジがなくなってますね。あかん。割れてたので少し割れてる木材取りました。こちらのへこんでるところ、ダイソーで購入した木工エポキシパテで埋めておきたいと思います。木工エポキシパテを少し切りました。これを練ってこちらに埋めておきたいと思います。あ、竹串がいるな。完全に埋めてしまうと穴がどこ行ったか分かんなくなるので、
後で合わせるのが大変だと思います。どこだ、ここかな。パテをマイナスドライバーで押し込み、はみ出したパテはスクレーパーで削り取りました。全然効いてないな。ネジが効かないので残しておいたんですけど、埋めておきたいと思います。穴位置分かんなくなりますけど、ここで合わせば多分問題ないと思います。こんだけ埋めとけば大丈夫かな。取り外した方がメインファスナーの取り付けがしやすいので、ついでに外側も取り外します。横から2本ネジを外しても取れないので、後ろのマルチルームからネジを取り外します。取り外した木材にメインファスナーを取り付けます。この両面テープはもういらないかな。よし、取り付けてみます。ここ取り外したらもう割れてしまってたので、新しいキャップに交換します。後ろのマルチルームからネジを取り付けます。続いてこちらも取り付けていきます。こっちは後ろから取り付け先にしていきます。よし、これで簡単に取り付け取り外しできるようになります。あ、違った。ここの間を通してこうですね。はい、こちらのクッション金具で留めれるようになってたんですが、取り付け取り外しが慣れないと難しいので、金具を取り外してメインファスナーで取り付け取り外しができるように改良しました。これで初めての人でも取り付け取り外しが簡単にできるかと思います。動画の最初にこちらのクッションも改良すると言ってましたけれども、思った以上に時間かかってしまったので、こちらの改良は次回の動画にさせてください。今回の動画以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますので、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。こっち側交換するのにこんな時間かかると思わなかったな。こっちのシートも早く直したいです。